五代目市川予備十郎から1903年10月7日は、上方の歌舞伎役者。矢号は、針真矢。拝名に新章。本名は、久保田予備十郎。父は二代目市川予備十郎と言われる。三代目、中村士官の門人となり、中村小名三郎の名で小芝居で活躍。後四代目市川賞、段次にその素質を認められて、養子となり、 商談次の全名を襲名して二代目、市川米十郎となる。安政五年に江戸に下り、三月市村座の、江戸桜、清水清春で、カバノカジャファンゼ、やつヨドダイラなどご役を務める。以後江戸で活躍、小袖蘇川ざみ色縫いの下南木城実派役人、寺沢藤十郎、三人、吉蔵狂は発外の八百屋九兵衛。 やわたまつり小餅好きにぎやかの作助けなど、実直な役柄を得意として、洋父の舞台で、相次いで脇役を務める。しかし、上方仕込み芸風は、江戸っ子の趣味には合わず、当時の役者評判期、役者商売、上り来たるでは、江戸にいずにごきさかなさった方が良さそうにございます。上方にては、馴染みも多く、ここがいらぬさしでなれとも、 ご思案でござりませ、うと国評されている。果たして、慶応元年頃には、養父と不和となり髪型に帰ってしまう。ここで、中村梅若と改名、情報劇団の長老二代目、小野民美蔵の講演を得て、明治二年九月、大阪角座にて、絵本対抗記で五代目市川選び、十郎を襲名する。 以後養父の実定、初代市川右段次の一座に加わり不景役、仇役、実事などを得意としたが、やがて病に倒れて降板。晩年は、大阪か日本町八丁目の自宅で療養に専念、舞台には復帰しなかった。ありがとうございます。